エルホーフェン。エルホーフェンは、ドイツ連邦共和国バーデンイコール、ビュルテンベルク州、ハイルブロン郡に属す、町村、以下、本校では便宜上、町と記述する。エルホーフェンは、ズルム川の渓谷に位置する。西から北にかけては、バインスベルク、東にオーバーズルム、南に、レーレンシュタインスフェルトが位置する。いずれの市町村もハイルブロン郡に属す。 エルホーフェンはその北東に小さな飛び地があるが、これは、バインスベルクイコールビンメンタール、オーバーズルム及びブレッツフェルト、ホーエンドウェ群に囲まれている。エルホーフェンは、エーバーシタット、レーレンシュタインスフェルト、バインスベルクと共に、バインスベルクに本部を置く、自治体行政連合、ラウム・バインスベルクを形成する。エルーフェンは、エーリンゲン会が設立された際、 司教ゲープハルト二世イフォン・レーゲンスブルクからの1037年の寄付行為書に初めて記録されている。エルホーフォー編の半分は、この頃にはすでに参事会の所領となっていた。エルホーフォー編における裁判と大官、すなわち、司法、行政権は14世紀まで、ノイ・エンシュタイン家に属したが、1354年に、その3、4が、エイリンゲン参事会に売却された。 残りの1、4は、ボルフ・フォンシュタイン。彼はシュートにあたるコンラート・フォン・ノイエンシュタインから、相続したを経由して、エンゲハルト・バインスベルクの手に渡った。宗教改革に伴い、参事会が廃止されると、その所領は、従って、エル・ホー・ェンの一部も、ホー・エンド・エ・ハクが獲得した。バインスベルク家の所領部分は、四百十二年及び四百五十年に、プファルツ選定考領 1504年にビュルテンベルク公領となり、あとの1755年に公領のオーバーアームとバインスベルクに組み込まれた。エルホーフェンに占める面積は小さいものの、ビュルテンベルク家はエルホーフェンにおける権利を徐々に拡大していった。ホーエンドウェケとビュルテンベルク家との間の数十年間にわたる紛争後、1567年のバインスベルク分割でエルホーフェンにおける 領試験は、ビュルツブルグ家に帰属することとなった。その後も、両家の間では、常に紛争が絶えなかった。帝国領解体の時代、1806年に、エルホーフェンの法苑炉へ呂部分をビュルテンベルク領となった。オーバーアムト・バインスベルク廃止後、1926年に、この町は、オーバーアムト・ハイルブロ、後のハイルブロン軍に編入された。エルホーフェンには、 1498年建造の教会道を中心とするプロテスタントの教会組織1952年からそれまではバインスベルクの教会組織の支部であった都心首都教会の組織があるカトリック神徒はビンメンタールのローマカトリック教会が管轄しているしかしエルホーフェン町内にもカトリックの教会道はあるエルホーフェンの議会は 十二人の議員からなる。議会には議長を務める主張が加わる。紋章の図柄、青字に、斜め十字に組み合わされた二本の銀の鍵で、その鍵の葉は外側を向いている。旗は白から青である。鍵は、セペテロの持ち物である。エルフェ編では、街の印象に八百四四年から見られる。九百三十八年に、 鍵の図案が初めて町の紋章となった。紋章の配色は1938年に、ビュルテンベルクの文書長から提案されたものである。紋章と、旗は、1963年3月25日に、バーデンイコール、ビュルテンベルク州内務省によって認可された。聖十字、セーペテイロイコールメノフェーファ教会は、エルホーフェンのプロテスタント教区教会である。 この教会には16世紀に作られた重要な彫刻祭壇、エルホーフェナーアルターがある。エルホーフェンカーニバル教会は、毎年社肉祭の時期に、様々な豪華な集いやパレードを実施している。9月の第1週末には、エルホーフェン音楽教会が、教会広場付近で、エルホーフェナーストラセンカーウェイ、エルホーフェンストリートコンサートを行っている。エルホフェンは、 バーデンイコール、ビュルテンベルク州の中でも長い伝統を持つワイン町であり、ビュルテンベルクイコールウンターラント地方、シュタウフェンベルク地区あるいはザルツベルク地区に属す。この町のブドウ畑は1264年に記録がある。エルォーフェンはアウトバーンのバインスベルクジャンクションからほど近い A81 号線、ビュルツブルグゴットマディンゲンのバインスベルク。 エルホーフェンインターチェンジに位置する。また、現在は、近郊型列車とハイルブロンの支電が、乗り入れ運転している、方園道へ鉄道、ハイルブロンクライルスハイム沿いでもある。ハイルブロンの支電は、エーリンゲンまで運行している。エルホーフェン町内には、エルホーフェン駅とゲバーベゲビートバインスベルク、エルホーフェン、バインスベルク、エルホーフェン産業地域の二つの駅がある。 エルフォーフェンの最大の雇用主は、エデカ社、大型小売店である。エルフォーフェンでの出来事は、日韓紙ハイレブロナーシュティマのバインスベルクが、タール版に掲載される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。